山纵横，云涛飞流，多少豪杰壮志未酬，江东去浪淘尽多少悲愁，天下英雄世世造就，风雨人生为梦想奔走，高处寒意不是谁よかった。王様のお子様は良い子ばかりですね。ええ、あのお二人は本当に成長が早い。慶陽に来てから王様をお見かけしません。皆さんと見回りにお出かけのようですね。ロマン様、今日お仕事は？ああ、お二人の勉強のお供も王様に頼まれた立派な仕事です。奥方様は今日はご不在なのですか？奥方様と呉服君は混乱の中ではぐれたままです。では行方が？はい、おそらく皇羽の手に落ちたのでしょう。いいえ、まさかそんなことは。善人は天が助けます。きっとご無事です。これは関夫人。王様のお世継ぎに拝謁申し上げます。こんな子供に挨拶が仰行すぎます。仰せの通りです。しかしお世継ぎを見た途端、自然にやってしまいました。尿意によくないそうでも？いいえ、似ているのです。何にですか？関夫人、楽書をご存知ですか？楽書とは？ああ、ただの伝説です。ご説明するほどのものでは。お聞かせください。楽水から現れた亀の甲羅の模様を楽書と言います。その甲羅の模様は天上の星座と呼応しています。それは天の意志を伝えたものなので、過去や未来がわかるのです。民が信じている祈願の類でしょ？いいえ、違います。予言はすべて的中しています。お世継ぎの眉や目、鼻や口をじっくり拝見しましたが、まさに楽書に記されたそうです。過去も未来もわかるというなら、如意の過去を当てることはできますか？如意様は生まれる時に災難に遭われ、命を落とすところでした。それどころか関夫人のお命まで危なかった。いかがです？え？では如意の未来に不吉なことは？
如意様には天使の兆しが見えます。では失礼を。まだ起きていたのか。如意は寝たか。はい、寝ました。奥方様がご不在の間、 A 様と楽様のお世話を私にさせてください。三人は仲がいいですし、私もこの家のことを担いたいのです。お前の気持ちは分かった。だが二人は俺と生死を共にし、一緒に苦労もした。俺といるのに慣れている。お前は余計な心配はせずに如意を世話しろ。どうした、俺は老けたか。いつまでも愛する人です。王様、私から一つお願いしたいことがあります。なんだ。どうか民のために、そして私や招待使のためにお体を大切にしてください。招待使、誰のことだ。如意です。そんなことを誰が言った。王様がご自分で言われました。俺はいつ言った。如意が生まれる時、流産仕掛けて命が危なかった。苦しむ私を王様は励ましてくれました。この子は招待使だ、俺に似て運が強いはずだと。私はその一言に勇気づけられました。如意は大きくなるにつれ、顔も性格も王様に似てきました。まるで大使です。あれは冗談だ。王様には冗談でも、私は本当だと信じました。大使に心が揺れたか。よいか、よく聞け。皆にも今まで何度も言ってきた。大使を立てる話をした者は、それが誰だろうと容赦なく殺す。お許しください。そんなつもりはなかったのです。決してそのような意味では。ではどんな意味だ。私は女ですが、道理は分かっております。兄が二人もいる、如意が大使になれるはずがありません。決して申しません。もう二度と口にはいたしません。それならよい。ほら、かわいいやつだ。私はもともと夫を亡くし一人でした。心は死んでいました。でも王様は私を拾い、暮らしの面倒を見て守ってくださいました。私は王様のおそばにいたいだけです。でも怖いのです。老いて醜くなった時、王様に嫌われないかと。よしよし、もうよい。余計なことは考えず、如意の世話をしろ。俺を煩わせるな。お前たちの面倒は見るな。わかりました。本当だな。
ここでお待ちください。関夫人、陳平様です。二人とも下がって。はい、はい、私にどんなお申し付けでしょうか。連日王様に召されているとか。ご苦労様です。いいえ、とんでもありません。国のことは私には分かりません。そこでいくつか教えてもらいたいことがあるのです。何なりと。どうぞ。奥方様が降雨に捕まったと聞きました。助かりますか。策を練っています。悲しいわ。 A 様は母親を亡くすのね。いいえ、まだそうとは限りません。奥方様と違い私は新参者。あなたも将家様たちとは違い新参者でしょ。同じ立場の者同士が助け合わねば。他は後ろ盾になってはくれません。心配なのは如意のことです。どうかお力をお貸しください。関夫人、王様は何人も大使のことは話すなと口にしたものは死罪です。私がいつ大使の話を。そうでした、大使とは口にされてはおりません。如意は頭もよくしっかりしており、王様もお気に入りです。そして如意は決して陳平様を失望させません。王様は国のことと私事を混同すべからずと定めておいでです。お話はよくわかりましたが、これはいただくわけにはまいりません。将家様は A 様をお気に入りです。だからいつの日か。いつの日か。陳平様は天下一の策士ですから、私の意図がお分かりのはず。これは尊敬の気持ちを形にしただけなのです。お納めいただけますか。どうか恥をかかせないでください。関夫人にそこまで言われてしまっては私もお断りできません。では遠慮なく。ご安心ください。誰にもこのことは漏らしはしません。陳平様もどうかご内密に。ご心配なく。それではこれで失礼いたします。どうぞお気をつけて。ロアン様。ああ。俺が知っている陳平は土地も持たず女もいない。それに推薦してきた者は皆優秀だ。あの、ただ陳平には王様もご存じない問題点があります。なんだ。ああ、まず故郷にいる頃兄嫁と密通し。ん？兄嫁とか。はい。事実なのか。間違いありません。
それで兄はそれを。兄はさあそこまでは私事だ、許そう。そうですか。陳平は義で恥知らずなことをし、祖に行ってから公務の処罰を恐れてこの館に来ました。王様は徴用されていますが、賄賂をもらい官職を世話しています。私が思うに重要なことからは外すべきです。それは本当か。ええ、確かです。ロア。はい。乱世に正直者は必要ない。有能な人物こそ必要だ。陳平は大した人物だと俺は思う。これはお話ししても良いものか。話せ。陳平は何度も高級に現れ、しかも一度は神殿から出てくるのを見ました。関夫人に会っていたようです。何のようだ。分かりませんが、手に何か持っていました。何かとは。おそらく金銭です。金銭。王様は中でお待ちです。はい。ああ、王様。王様。王様。ここだ。陳平、王様に拝謁いたします。入れ。滅相もありません。入れと言ってるのだから入れ。では。王様。座れ。はい。何でしょう。俺が何かお前の気に食わないことをしたか。なぜそんなことを。お前は祖では願い叶わずここに来た。俺が何か不義理をしたか。いいえ。何も。はい。本当か。本当です。ではなぜ俺を裏切った。はい。妙な噂を。誤解されたのでしょう。私がどんな罪を犯したというのですか。賄賂をもらい官職を世話してやっただろう。どうなのだ。ああ、どうなのだ。お答えします。はい、確かにやりました。説明しろ。王様、私は橋田金を受け取ったとしても誰かれ構わずという是非をわきまえないことはしていません。私の責務は人材を推薦することです。皆立派な人材なのになぜお前に賄賂を。王様、本当に能力がある者は私に賄賂など渡しません。王様、私から金を要求したのです。あ？なんてやつなのだ。無能な者ほど多くの金を渡そうとしますが、絶対にそんな連中は推薦しませんでした。もし王様が一人でも人選にご不満だというなら、期待に背いた私の罪です。この首をお切りください。
お前面白いやつだな。賄賂を取ったことを平気で説明するとは。王様。よいか、最後に警告しておく。これから何が起ころうと、相手が誰でも、もしまた金銭を受け取れば、決して容赦はしない。その時お前は大損をするのだ。お許しいただき感謝します。もう行ってよい。待て。はい。故郷では評判が悪いそうだな。王様、それは単なる噂に過ぎません。そうか。長領様、王様がお待ちです。ああ、ロアン将軍。どうぞ。はい。関心ですが、いくら催促をしても慶陽に来ません。だが王様は一言も非難しない。王様は何を考えておられるのか。おまけに関心将軍は兵を増やし続けて、兵力では王様を上回っています。まさか関心は独立して王様に背くつもりでしょうか。まだそこまでは。今問題なのは別のことです。何です？関心将軍の支援がなければ我が軍の兵力では項羽と戦ってもひねり潰されてしまいます。関心のやつ、一体何を企んでいるのでしょう。ああ、どうぞ。はい。さあ、乾杯しよう。乾杯。乾杯。慶陽か。うん。ここは良いところだ。ここには王者の気がある、小殿。民の暮らしは安定し、秩序は守られている。すべて小殿の手腕のおかげだな。いえ。皆、小殿に感謝の杯を捧げろ。感謝します、小殿。乾杯だ。こちらこそ感謝します。すべてがうまくいっている。ただ一つだけ気になることがある。長領。はい。関心に文を送ったのか。はい、5日前慶陽に来いという文を使者に託し、その使者も戻っています。本人は読んだのか。将軍自身が直接受け取りましたが、返事はまだありません。伝言もないのか。はい。長領様、関心の考えは明らかなのでは。来る気はないのです。王様に対してなんと傲慢な態度だ。あ？あの兵は誰のものだ。元は関の兵だ。王様の兵ではないか。裏切り者だから来れないんだろう。いい加減にしないか。もう言うな。関心は俺が大将軍にした。あいつを疑うのは俺を疑うことだ。俺のことを批判しているのと同じことだ。関心にも何かあいつなりの事情があるのだろう。そうだ、もしかして
女ができたか？あ冗談だ。関心の話は終わりだ。長領。はい。もう一度連絡を頼む。よいか？はい。よし。では本題に入ろう。翔殿。はい。今後の段取りを皆に話してやってくれ。ああ、皆。何を置いてもやるべきことは兵の増員だ。ロアン。はい。早急に人を手配してくれ。町中で青年、壮年の男たちを募集し、軍に入れるのだ。また、民を安心させるため、至るところにお触れを掲げろ。内容はこうだ。我々官軍は確かに貧しいが、民に迷惑はかけない。そのような時は、すぐに我らに知らせること。必ず軍規に従って厳重に処罰する。将殿の言う通りだ。関与と北条の教訓を肝に銘じるのだ。同じ失敗を繰り返していては二度と勝てない。長領、将殿にはやるべきことがある。そこで長領には俺が頼むことをやってもらいたい。ああ、そのままで。長領、お前に頼みたいのは官のために働く賢人を集めることだ。長領や陳平のように尽くしてくれるなら、天下は必ず俺たちのものになる。承知しました。慶陽に来いという官王の命令でしょう。それ以外に要件などあるわけがないだろう。大将軍が来ない限り官王は安心できません。戦が下手だと思われているのか？その点では官王は信頼しています。ただ心配の種でもあります。なぜだ？今の状況を見ると大将軍の実力は天下を分かち治められるほどのものです。天下に興味はない。戦がしたいだけだ。大将軍がそう思っても関王にそんなことは通じませんよ。もうその話はよせ。どうすべきなんだ？関王は大将軍が慶陽に行けば安心するでしょう。今は関王にとっては大変な時なのです。だが今は行けぬ。確かに。そうなのです。行かないのなら今すぐ関王に何か条件を出してみるのはきっと承諾しますよ。長領、確かに誠実に書いてくれたが、これを見て俺の意思だと関心は思うまい。これでは来ないぞ。連絡はあったか？ありません。な、いっそ俺が自分で書くのはどうだ？王様が自ら来てほしいという俺の思いを伝えたい。悪くない考えです。となると内容は何を書くべきだろう？文体は気にせずに、大事なのは時間と場所とここに来る目的です。ここに来る目的？武器や食料を取りに来させる。武器などどうやって用意するのですか？この俺が何としてでも用意すると伝える。
場所は慶陽だ。時間は7日以内に到着せよとしよう。十分でしょう。大事なのは王様の自筆の書だという点です。関心の官はどう書く？大将軍、王様は慶陽で、大将軍のお越しをお待ちです。なぜ動かないのですか？どうか早く慶陽にお越しください。私にも考えがある。関心大将軍、お前も慶陽に行けと。そうです。北条には今数万の楚軍がいる。宝越も英府もどちらの味方か不明だ。言う通りに私が全軍を引き上げたら一体どうなる？三者に囲まれ必ず負けます。それが分かっていて慶陽へ来いというのか？戦という点からすれば確かにその通りです。しかし王様の命令は絶対なのです。行かなければ大将軍は諸将に非難され、その上邪推されることになります。お前自身は？私は大将軍の部下です。当然ご命令には従います。しかし王様の臣下なので、それにも限界があります。こんな言葉を知ってるか？訓命は受けてはならない訓命もある。何であろうと私は王様の命令に従います。どうかよくお考えください。どうかご決断ください。海鉄殿を呼べ。大将軍、海鉄様は酔っ払って行方知れずです。下がれ。は。何ですか？大将軍、草原の羊が増えているとしたら羊飼いは嬉しいですか、それとも辛いですか？それは嬉しいだろう。では大将軍の兵は増えていますが、嬉しいですか、辛いですか？嬉しくて辛いな。何もせずに日が過ぎる。終没たちの話を聞いて嬉しいですか、辛いですか？嬉しいはずがない。何が言いたいんだ？私は漢王を甘く見ていました。そのどうしようもない下品な文をどう思いますか？前からこうなのだろう。いや、それは間違っています。四水の帝朝時代の劉邦と漢王の劉邦は
同じではありません。この文に書いてあることは、劉邦はお前など怖くないと。私が何をした？大将軍が集めた兵は大将軍の命令に従います。関王が指図できる兵ではありません。それに大将軍は今兵権を握っていて、実力でも地盤についても独立するに十分です。そう、諸侯並みです。また北条にいる項羽は劉邦が兵も糧物も兵器も不足していることを知っています。それでも劉邦はいつも通りに落ち着いている。なぜそんなことに？悪いのは私か？あ？ええ、もちろんです。何？悪い。私が悪い？劉邦は功績は奪うが、その負い目は認めたくない。例えばの話です。劉邦から頼まれて大将軍が助けたとします。それで立ち直ったとしても、大将軍のおかげだと認めますか？もし行けば、せっかく集めた兵を全て渡すことになります。だが行かなければそれは劉邦の命令に背くことになります。どちらも難しい。実のところ私が軽率に行けば三者に攻められ負ける。そうです。行くことは劉邦に命を預けること。軽くて兵権剥奪、重ければ斬首となるでしょう。王様が私の首を？信じられない。切るはずがない。信じませんか？終没たちの話ぐらい私はとうに予想していました。大将軍はバカです。元を正せば関王が招いたことです。なのにそれを忘れたかのように責任をすべて大将軍に押し付けている。困ったものだ。どうしろと？結局のところ、この乱世では実力が全てです。実力があれば生き残れます。生き残らなければ天下も取れません。私なら絶対に行きません。お前の首を切り落とすぞ。どうぞご勝手に。お前みたいに人の心が分かるやつは嫌いだ。草原の羊は増えるばかり。羊がどんどん。王様王様、加勢将軍が来ました。どこだ？南十里の場所に。やっと来たか。迎えに。待て。箱へ。はい。俺の衛兵で関心の周りを厳重に取り囲め。長領、はい、来い。なぜ何の出迎えもない？
大将軍。領末と兵を届けに来た。王様はどこだ。正殿でお待ちです。馬から降りてください。よし、下馬だ。大将軍、剣を。王様の命令です。すべての兵はここで待て。囲め。入れ。谁